カティプナンのメンバーカティプナン早期の旗カティプナン、メンバーの刀、カティプナンは19世紀のフィリピンでスペインからの独立を目指してアンドレス・ボニファシオラによって結成された秘密組織。カティプナンという名前はタガログ語の正式名称カタースターソングカゲランゲイランガングカチプナン、ナンマガーナックナンバヤンの短縮系であるが KKK というシンボルマークでも知られる。カティプナンは ホセリサウルによって作られたラリガフィリピナの主要メンバーたちの逮捕後に、その一員でもあったアンドレス・ボニファシオによって創設された。ラリガフィリピナは、知識階級が中心で非暴力改革を施行したが、スペイン関係の徹底的な弾圧を受けた。ボニファシオは、このようなやり方では改革は達成できないと考え、武力闘争路線の下でかびて、州、バタンガス州、 ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州などのタガロング諸州にまで支部を拡大し、1896年にカティプナンによるフィリピン独立闘争を開始した。スペイン関係はこれを機にホセ・リサールを逮捕、銃殺。リサール自身は武力闘争を施行したことはなかったが、カティプナンのメンバーたちから独立運動の思想的指導者として敬愛されていた。 スペインの意図に反して、リサールの死は独立運動を活発化させることになった。カテイプネロスと呼ばれたメンバーたちは、ホセリサール万歳、と叫んで戦いに身を投じた。独立闘争の中でやがてカキプナンは二つのグループに分裂し、対立していく。一つは、ボニーファシオに近いアルバレス将軍率いるマグディワン派で、あり。 もう一つは、エミリオ・アギナルド将軍の兄弟バルトロメを率いる、マグダロ派である。この状態を解決すべく、開かれたテヘロス会議においてボニファシオはカティプランにおける主導権を喪失する。マグダロ派のメンバーが学問のないボニファシオの指導力に疑問を呈したときに、ボニファシオは会議を放棄、議決の無効を宣言したためである。その後、 ボニファシオはカティプナンの指導権を掌握したアギナルド将軍の指示で逮捕され、1897年5月10日に粛清された。1897年のビアクナバト協定においてアギナルド将軍はスペイン政府と休戦協定を結び、他のメンバーと共に香港へ去った。その後、和平協定は長持ちせず、フィリピンは再び騒乱状態に陥った。アギナルドは、 米西戦争の勃発を受けてフィリピンへ戻った。アギナルドはアメリカ合衆国がフィリピン独立運動を支持してくれると信じており、1898年6月12日にマニラでフィリピンの独立を宣言。アギナルドたちの夢はすぐにぶち壊されたアメリカ合衆国が領土欲しさの本心をあらわにしたパリ講和会議でフィリピン代表団が出席を拒否されたのである。 そこでアギナルドはフィリピンがスペインからアメリカ合衆国へ2000万ドルで割上されたことを知った。怒ったアギナルドらはすぐさまアメリカに対する独立闘争を開始するが抵抗を虚しくイサベラ州パラナンでアギナルドが捕らえられ全カティプナンメンバーへの闘争の停止と降伏の呼びかけを行わされた。アギナルドの呼びかけにメンバーたちは次々に降伏していったが マカリオ堺など数少ないメンバーだけが地下え、潜伏して抵抗を続けた。カティプナンの歴史はここに終わった。フィリピンの真の独立は1946年を待つことになる。ありがとうございます。